関係のいびつさだったと思うんですけれども、それはやはりですね、もう改めた方がいいと思うんです。ですから規制サイドはあくまで安全性について求められれば説明をすると。そして稼働させるかどうかというのは、これはまさにエネルギー政策の問題なわけですから、事業者にももちろんその様々な責任があるというふうに思いますけれども、それはエネルギーの供給を担うですね、エネ庁がしっかりやっていくという、そういう役割分担にすべきだというふうに思うんです。そういったことを考えると、私が環境大臣としてですね、今果たすべき役割、さらにはこれから果たしていくべき役割は、どこの自治体にどういう説明をして、例えば再稼働についての、意見交換をするとかいうことについて関与することではないというふうに思いますので、それについては私からのコメントは控えたいというふうに思います。他に読売新聞の清永です。今のと関連してなんですけど、本院とかエネ庁の役割の話なんですけど、原子力規制関連法案、党側の方から、引き入れ法案ですけど、4月1日の発足が非常に難しくなったという、見解が示されてますけども、提出者側として今後の見通し、法案が通らなければ法案院安全委員会が、存続する形になると思うんですが、今後の原子力規制行政をどのように、継続していくか。はい、ジョージ・マー国対委員長はですね、国会でさまざまな、案件の運びについて、一番責任のある、立場の方ですから、そういった中から、いろんなご発言があったんだろうというふうに思います。で、私どもとしてはですね、立場は変わりません。すなわち、とにかくできるだけ早くですね、新しい規制機関の立ち上げを、させていただきたい。で、そのためには、できるだけ早くですね、国会での審議に入っていただきたいという、こういうことです。このままいけばどうかという話ですが、先ほどの質問にもありましたけれども、規制側と推進側がですね、こうして混然一体となって、安全規制をするというのは極めて問題だと思いますね。で、最大限スピードを上げて作業をしてきたつもりでありますけれども、やはり1年経ってしまいました。我々が4月1日と言ってた時点で、1年ということだったわけですが、これは日本のですね、法体系としては大改正になりますので、作業するのにどうしてもこれぐらい時間がかかったということでございますが、スピード感としてはですね、私は正直言うと、ギリギリもしくは、遅すぎるというご批判も、出てきかねないのではないかと思いながらですね、作業を急がせてきました。